成田市名古屋にある長寿院。この寺の住職、篠原栄一さんは、電話で詐欺の被害者からの相談に乗りつつ、加害者の少年に対しては、被害者の苦しみを解く活動を続けています。あなたたちのやっている犯罪はね、ある意味では、その間接的に言うと、間接殺人だと。自死をされたおじいちゃんおばあちゃん。 もっと若い人もいらっしゃるけれども、そういう、そのきっかけを作ったのはあなたたちだよと、目覚めてよと、こういう結果が生まれてるんだって。周囲の避難や自責の念にさいなまれ、命を絶つ被害者、間接的殺人にもなり得る行為に加担してはならない、篠原さんはこのように訴えます。篠原さんは、 およそ30年前から自殺志願者に寄り添い、面談や電話で話に耳を傾け助言してきました。12年前からは電話で詐欺の被害に遭った人の相談が増え、報道などを通じ活動が知られると、全国各地から連絡が来るようになりました。相談内容を書き留めたメモ用紙には、悲痛な声が記されています。 騙されたことを近所に知られるから警察には言っていない。楽に死ねる方法はないか息子の声を忘れたのかと、息子の嫁たちが激しく責める。騙されたのは、おばあちゃんが悪いわけじゃない。犯罪者が悪いんだと。おばあちゃんがね、命を絶つなんてことを考えさないんだって言って、もう、でも私が悪い、私がここがね、 この特殊詐欺事件の、犯罪者は当然、責められるべきですけれども、被害者がうんと自分を責められる、ここのところに気づかなきゃだめなのよ篠原さんは、だまされた人の苦しみを加害少年に伝え、更生につなげようと、およそ10年前から、 各地の少年院を訪れ、電話で詐欺に関わった若者への講話を重ねています。少年たちからは、詐欺は仕事だと思っていた。人が死んでいるとは思わなかった。償いたい。といった手紙が届いていると言います。中には、犯行グループに入るまで一人ぼっちだった。少年院を出ても行く場所がない。 と打ち明けたた少年もいたそうです県警によりますと、去年の県内の電話で詐欺の被害額は、27億5000万円を超えていて、依然として高止まりの状態が続いています。SNS 上では、闇バイトなどと称して、高額報酬をうい、騙す相手に会って金品を直接回収する受け子を募る例が目立っています。 犯罪行為と気付かず、アルバイト感覚で応募する若者が、後を絶ちませんまあ彼らもね、二少年時代にもう、親からひどい暴力を受けたとか、くただ貧困だったとかっていう、そういう社会的なね、その彼らには責任がない、社会的な条件から来てる。 さまなその痛い目に遭ってるもんだから悲惨な現実に直面する被害者と孤立や貧困で自暴自棄になり詐欺に加担した加害少年双方の苦しみと相対する篠原さんは電話で詐欺の問題に社会全体で向き合うべきだと訴えますこれはもうその個人単位で解決しようという。 話でではないので我々社会の構造を変えていくという意識をね誰もが持たなければ自分自身も孤立しないそれから周りも孤立させないそこのいう社会をねもう一回ね取り組戻さなければ同じような形で自殺であったり孤独死であったりね これはこういう詐欺事件であったりというふうなものは延々と続くでしょう。